はい、おいっす。大きにです。大きにです。ジャルジャルのネタです好きなやつ好きなやつね。これは、クリスマス旅行でございます。おー、来たー。クリスマスイブの晩は2人でイルミネーション見に出かけて、で、寝るのも遅なって、そう、朝起きたら雨が降ってて、雨降っとったなしばらく待機して8時半ぐらい出たかな。そうそうそう、わあ、結構びしょびしょ。水跳ねて、そう、雨止んでんねんけどな、もう床が濡れてるから、ね、で8時半に出るなんてさ、あんまりないから、ちょっと変やったよな、変な感じやったよな。確かに、なんかちょっと遅すぎて、遅ってな、これ間に合うんかみたいな感じな。でもちょっとこう青空が覗き出してます、雨は降ってないけど、でもこうやってめっちゃ水が飛んでくるからそうや、後ろきついよなこれ。そう、俺は全然分からんけど、もうびしょびしょだったよ。確かにちょっと首こう避けてるような感じするかな。そうそうそう。あ、なるほどね。ちょっとだけ避けて走ってる。じゃあちょっと離れて走ってたよな。そう、なるほど。結構なんか道迷ったりとか、ね、水に濡れて GoPro の調子、なんか音がほら出にくくなってそれ調整したりしてんねんね、これ。ね、ちょっとうろうろしてる、道に迷ったりして。そう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 。これどこに向かってたんやったっけ。これ立石の方に行って、あで道迷ってめちゃ迷ってます。めちゃ迷ってる珍しく。そう、いや方向音痴やからさ、全部地図を覚えていくんや、いやすごいよね、ちゃんと全部覚えてるんやからさ、いつも。そう、500キロぐらいまでやったら頭に入んねんけど、ただちょっとでも外れると、どっち向いてるかもわからんくなる、あそういう状態になってたもんね。そう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 、どっちやみたいな。そうやね、もう毎回南郷線のどこの交差点曲がってて覚えていくんやけど、新小岩立橋左って今言ってたよ。さあ、なるほどね。次はメモしてる。ラファのシューズカバーがなんか今一瞬ちょっとカツオさんの一瞬カツオさんの真似した今ハマってんな、あれに。カツオさんの真似カツオさんの真似お、ちょっともう晴れてきたよ。晴れてきたね。いいね。なかなか道路はちょっと乾かんかったけどな、ね、朝結構降っとったんやな、この日。スピードが上げられへんかったよな。あ、そうそう、水が跳ねるし、そう、水跳ねるから、結構水たまりあったからな。そう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 。お、なんか、あ、千葉混んでます。あ、そう、千葉めっちゃ混んでるよね。そう、でも道の構成のせいちゃうか。あ、そう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 、一車線やったからな、ね、で右折車があったらもうそれで渋滞できるもんね。そう、さすが東京のベッドタウンやなと。あ、船橋のあたりはめっちゃ混むやな。混んどったな。朝から混むとは思わんかったな。うん、で、コンビニで休憩。お、ハリボー。あ、なんか特別スペシャルアソートのハリボーがあったスペシャルアソートバナナ味とかあったもん なあ、全部同じ味やと思うけど私食べて。あ、オレオ普通のやつと、あ、なんかこれ絶対間違ってる裏表間違ってる。なぜかレアなやつあげた。製造ミスの方は俺にくれましただってレアやもん。レアやもん。あんなミスないよ、なかなか。だって物はいいようやな。だってあれちゃんと機械でやってるはずやのにさ、そうやな、裏表間違っちゃうってちょっと可愛いやん。可愛い機械や なちょっとおっちょこちょい系の機械が作ってます。オレオ食べてる。オレオ食べてる。補給食オレオ。オレオ。もうゆるポタ感出てるよ。おやつ食べながら楽しくサイクリング。補給食はオレオ。お、だいぶ走りやすそうな道に。あ、晴れたね。来ました。え、このジャージバリかっこいいな、こうしてみたら。パンダーニ。パンダーニの袖んとこ。これなんか褒めてくださる方が結構いらっしゃって、YouTube でも。あ、やった。そうそうそう。これどこのジャージですかみたいな。そう、かっこいいかな、やっぱり。やっぱりじゃんね。やっぱり自画自賛すな。やっぱりなんか骸骨みたいな。そうよね、私もちょっとそれは思ったけどあのハロウィンとかでこれで走れそう。いや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 、もうそれハロウィンでこれ走ってもたら終わりやろ骸骨ですよって。骸骨ですよ。かっこいいの言ったようなもんやもんな。かっこいいんです。これは道の駅やな。え、これ道の駅。そうそう、道の駅でお昼休憩。もう結構ぐわーっと飛ばしてね。そうやな、そう、大滝や。大滝な。ここのコム取っとったもん、ここまで。あ、そうや、ここでコム取ったんか。そう、コム取った。コム、QOM か。そう、あ、QOM、クオム、クオム取った。クオムを無言でぶっ飛ばしとったもんな。そうやな。で、その一方で、あの、90歳ぐらいのおじいさんが、そう、
時速30キロで車走り続けて、まあ、渋滞できとったもんな、ね、大行列ができているというえこの車大丈夫って思って横見たら本気の仙人やった仙人やったな、もう白いひげ蓄えた大丈夫もじゃもじゃのあ牛や牛がいました、牛が牛のマスクしてる、牛マスクしてます牛と写真人間感あるよな顔が目怖いね目怖いね基本看板もなんか目怖い看板と思った子供の顔やけど目は大人みたいな、ゴミは持ち帰ってくださいみたいなやつね、めっちゃ怖い、怖ホラーやおコーラ千葉バージョン、ここでお昼ご飯おこわと栗おこわからの栗おこわ2個食べるやつと3個食べるやつだけどさえパンあパンでっかこれもなんか何々さんが作ったパンみたいなめっちゃローカルのさ、そうやな、そう佐藤さん家のパンみたいな、道の駅ある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 、こう誰が作ったか書いてある、地域の人が作ったパン、そうたまに写真も載ってたりするもんね、そうそうそう 顔写真な、そう顔写真、それあなたのお父さんや、そうや俺の父親はそれ持ってたよスーパー行ったら顔並んでる、顔載っとったお近づいてきたよ、近づいてきました、鴨川、鴨川に今日はだから、うん、鴨川の三日月ホテルに行くことになりました、あの三日月グループに、そうでもともと山中湖行く言うてたやん、そう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 、行き先が千葉になりました、千葉でした、実は実は山中湖は早々に諦めて、いやでも諦めて正解やったな、これはそうやね、もう凍ってる、でも絶対行かれへんかったよね、そうもう絶対無理やった、もう雪積もってっちゃう、できるだけ雪の被害がなさそうなところにしようって言って、そう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 鴨川にしてんな、鴨川に、うん、急遽千葉に、あの温泉が良さそうなホテルを千葉で探しとって、そうそうそう、ほんでこの三日月グループの、そうやね、そうホテルが良さそうやったから、そうだからホテルはだいぶ選んだな、そうホテルで行き先決めたもんね、そうそうそう、今回はだからホテルを楽しもうと、そうそうそう、その行き道帰り道をじゃあ自転車で行くかぐらいの、そういうこと、なんか目的地がホテルやもんね、そうやな、おもうこれ鴨が着きました、2時48分やって、あ結構早いね、うん、平均時速17、8時半に出て、まあ、そうやな、うん、いい感じちゃうね、だちょっと早く着いたからなんかさ観光しようか言って、そう何やったっけ、誕生寺、誕生寺とかいうやつがあったから、とかいうやつ とかいうやつがあったんで、言葉遣い悪いなんか なんか観光地、うん、あったからね、なのでその前にちょっと漁港に寄ってみたりして、寄って寄って見たりしました、しまして素敵な漁港でした、そうめっちゃな、これ海綺麗やねんな、海めっちゃ綺麗やったな、そうやっぱ太平洋がバーって広がってるだけやから、青かったな海、そう青かった海が、うん、温泉から見た景色、猫もおったしな、漁港あるある、あ猫おったな、そうそうやつや、追いかけて猫追いかけて逃げられたなんかオレを食べてる、いやさみでオレまだオレはあるんかいって、まだオレはずっとオレを食べてる、これ最後の1個、最後の1個くれました最後やで最後やで、やったらこうなんか最後強調してくる、最後やで、最後あげたんやぞというなんかやかましい最後やからなって言っとったやかましいやかましいでっかーでっかいタイがありました、タイがありましたそうああいうでっかい系 の、うん、あのオブジェ好きやから、でっかい系のね、そう作るのに苦労しただろうなとこれが誕生寺、誕生寺かな、誕生寺なんかです、結構でなんかこの周りにも宿とか結構あってな、そう割とあってダメだ、ね、で金河神殿って書いてあってあーそう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 、もうクリスマスやけどいきなり正月を感じさせるっていう、正月かって現実に引き戻されて、そうそうそう今日クリスマスやなとか言ってたら、うん、え正月、正月確かにもう1週間も経ったらもう年越してるもん なもう今年1週間ないんやな、忙しいねクリスマスから年越しまでの、そう期間が短すぎる、もうちょい開けてくれたら なあと1週間開けてくれたらな、そうお漁港からの景色です、うん、あそうでここでちょっとまた GCN の最後サイクリングインスピレーションを狙う写真を撮って、こんなん全然あかんよ、2回も賞くれへんやろ出ました鴨川三日月ホテル、めっちゃ親切やったね、こうやって屋根付きのとこに止めさせてもらったり、安心してね止めれて、うん、そうそう駐輪場が、そうでサンタがいました、
やっぱ子供連れが多かったな、プールとかある。そうやね、バイキングもなんか子供コーナーとかあって、なあ子供コーナーあったもんね。これ家族で来ても楽しいやろうな。そう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 、あーすごい目の前がこんな海で、最高のホテルからの景色です。ねえ、どっか行った。あなんか座り出した。なんか気づいた。うわ座っとるわ。え、なんかどういう立場？分からん。何がしたかったんやろ。何がしたかったんやろ。おおきにですって言ってる。おおきにです。またおおきにです。ハマりすぎや。ハマってるね。なんか竜宮城みたいな。竜宮城みたいよね、確かに。感じやったな。うん、橋かかってたもん。あ、そうそうそう。あ、部屋に入りました。めっちゃ広かったよな。広い。めちゃくちゃ広い。こんないいホテル久しぶりに泊まったな。そう、こんないいホテルなかなか泊まらんからな。もう星野リゾートぐらいの広さだったよね。星野リゾート以来の良いホテルでございます。ね、海目の前やし。そう、部屋から海が見えてな。あめっちゃ綺麗やった。ここ乗れるんちゃうと思ったら、ここは10センチしかない。10センチしかない。で今外にカメラだけ出ました。カメラだけ出したと。本人は出てません。そう、本人は出れませんでした。おやつチェック。おやつチェックというか、着いた瞬間に補給食かのようにあのむさぼったよな。お菓子を2秒で食べた。2秒でなくなった。で浴衣とな、うん、館内着みたいなの買い入れて、そうそうそう、早速お風呂に。早速風呂ね。風呂から。お風呂めっちゃ良かったよな。そう、太平洋が目の前にブワーって広がってて、そうそう、あここからも見えた。でちょうど夕暮れ時で な海に夕日がスワーって沈んでいって、そうそうそう、海が燃えてるみたいな。めっちゃ綺麗やった景色が。うわこれ今見てもすごい。そうそう、この感じやな。だからこの景色が風呂から広がってるというか、露天風呂から。女湯の方はもうこれがもう壁とかガラスもなくてさ。そうやな、もうなんなら海にいたら女湯見れるぐらいの感じ。いやほんまにあれ見えてたと思う。なんかちょっと近づいてくる船がおってさ、えあれ船から絶対見えてるよなって思いながら。望遠鏡かなんか使ったら。いやそう余裕で見えるよ。それぐらいこう開けてたな。そう確かに。で お風呂上がりました。あそうや、いい湯すぎて入り、私はちょっと入りまくって湯あたりしたやつ。あの2時間寝て治りました。そう、超のぼせてマジでこう死ぬかと思った。なんかいる。あ、いた。なんかいました。なんかいた。大谷さん。大谷。こんなところで。MVP の大谷が来ました。あの大谷が。そう、あの二刀流の大谷が。大谷夫婦が。そう。来ました。あ、今年のメインイベント。今年のメインイベント。夫婦旅行。夫婦旅行になりました。そうダブル夫婦旅行ということで、大谷夫婦は電車で来てな。そう大谷夫婦は電車で、うん、ホテルで待ち合わせ。そう急遽あの来るって言ったら、あ行くわ、そう行くわみたいな軽いノリで来ることになりました。バイキング大好き男の大谷がめっちゃ張り切ってたよな。で今回この、うん、なこのカメラで。あそう映るんです。久しぶりに。え何ここバリ青い。青すぎ。青すぎやねこれ。何こんな青い。なんかもうバケモンみたいになってます。何これ合成写真だ。青い大谷。めっちゃ大谷青。青すぎやろこれ。どうなっとって。いやバイキング美味しかったね。そうでこの後卓球するかとか言ってたけど、そうそうそう卓球は9時までやったからな。卓球あかんかってんな。部屋でじゃあちょっとゲームでもするかって。そうそうそう。何やったっけあのゲーム。ちょっと何だっけ。後で出てくるな。出てくるな。でここでカメラをな。あこのサンタで映るんです。映るんです。撮ってもらった。映るんですで撮ってくださいって。なあ。なかなか言われへんな。あこれカタンや。カタン。そう。カタン知ってる人おるかな。遊戯王カードみたいなもんです。やったことある人。そう世界で一番遊ばれてるというのを大谷が言ってたけど、多分嘘やと思う。知らんけど。知らんけどな。お、撮ってる。そう、なんかケーキ用意してくれててな。カメラ右目で覗くか左目で覗くかみたいな。そう、大谷夫婦がケーキも用意してくれました、うんね、これをみんなでつついたっていうね。こんな1日目の夜でございました。はい、そんな楽しい夫婦旅行でした。じゃあまたほんだらメリークリスマス。もう終わっとんねほんだら。